はい、どうも、皆さん、こんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやー、テブレスです。はい、やってまいりました。今回ですね、Are You Next ブランドフィルム、こちら見ていきたいと思います。ということで、収録ボタンをファイということで、今回はすべて縦型の動画でというところでございますので、見ていきたいと思います。で、ちょっと多分、音的なところがあると思うんで、著作の関係があるのをこちらに聞かせていただいてというところになります。気になるところでちょっと止めていきながら、この方は一体どなたなんだろうというところでお話もしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。行ってみましょう。レッツラー、突っ。待って。結構もうすぐに お顔が出るんですね。おー。おー。おー。H.I. 多分これロゴですかね。何かお名前かな。おーおー、なんかもう始まってるんですね。トレーニングというか準備はもう始まってるという。おーおー、なんか夏っぽいし、あ、自転車にも乗るのね。ブランコも漕いで、おー、うん、日本人っぽい方もいらっしゃるのかな、もしや。おーおお、おお、新しい、なんか、新しい、ほお。青春の音色ですね、何か。おー。ははは。かっこいい。日本語を訳していらっしゃったから、日本人の方ですかね。こちらの方よく映る？もしや。乗れ版ですね。キャラが濃いですね、皆さん。体育館。すごい青春な。めちゃくちゃ面白い方いらっしゃった。待って、なんかすごく仲が深まってません？もう番組が始まる前から。なんかもうビーフラボさんですね。いや、なんかもう絆深まってるじゃないですか。なんかアイランドの時みたいな、あの、初めましてで、君は誰なんだみたいな、そのざわざわじゃなくて、もうなんか関係性ができているっていうこと？もしや、この感じは。いや、そうなってくると、しかもなんでしょう、天気いいですよね。あの、太陽の下で撮影が行われてるというか、ということは今回は日差しは見れるのか。もしや、前回日の光も見れなかったじゃん。そこから考えると、もしかしたら
その雰囲気はあるかもしれない。もうちょっとハッピーな雰囲気で見れるかもしれない。おー、もうなんか本当にほら、だって楽しそうじゃないですか。みんなでこう、これとかもう青春のね、こうなるやつ、頭がこうなるやつとか青春の1ページじゃないですか。そうなってくるとなんかちょっと雰囲気変わるのかな、もっと楽しくなるのかな、もっと楽しくて明るい風通しのいい雰囲気で始まるのかな、自転車とか漕ぐのかな、今これ漕いでるからなんかそんな気がねえ、なんか公園で遊んでほしいですよね。ブランコとか乗ってほしいですし、たまにはオーディション中もね、それはないのかな、どうなんだろう、わからない。なんかこの方びっくりしましたね。おもおもってなりました。この真ん中にいる方もさっきもちらりと見たかな、真ん中にいる方と右側の方、雰囲気がありますね、真ん中の方は。とりわけね、ほう、今ここに出ていらっしゃる方たち皆さん全員っていうことなのかな。うわ、そしてこの振り付けですね、気になるところはこのダンスということで、最後にこの足元で蹴るというところ、少しその何でしょう、可愛らしさというか新人らしさたる振り付けにもなってるのかななんていう風に思ったりとか、可愛い系ですね振り付けもね。オーディション番組ならではのその振り付けらしさというか、フレッシュ感がより出るような、楽しくハッピーにキャッチーにっていうところですかね。なんかニュージーンズさん的な雰囲気も感じられるというか、面白いですねこうやって一列に、この列も、いやもうなんかオーディション番組を見ていく中でだんだんその感じてくるささやかな違和感じゃないですけども、この列ももしかしたらその A、B、C、D で分かれてるとかなんですかね。さすがにまだそれはないかね、なんで一番前に来れる方、一番後ろの方みたいなね、話もこれから出てくるでしょうし、このあたりのこれは振り付けかなっていうふうに思いますね。なんかいいな、楽しそうだな、皆さんの本当に青春っていう、あれ見覚えある方がいらっしゃるのか、そんなことはないか多分日本からね行かれてる方もいらっしゃるでしょうから、あ、猫がいるっていうのはいいですね。これなんか光が独特だな。おー、うわ、すごいデコレーションのノートと、あら、学校がコンセプトなん、あ、でも分かんないですね、学校がコンセプトだからといって学校の中で行われるオーディション番組かどうか分からないですね。あの要塞に戻るかもしれないですからねこれかっこいいですよね。もしったかな、かっこいいっていうのを日本語で入れて変換されてるので、日本人の方っていうことですもんね。なるほど。おー、なんかお若いですね、やっぱりこうやって見ていくと、地下鉄に乗るシーンだったりとか。おー、なんか楽しそうだな。この方結構映りますね、ピンクの恐竜の方。なんかここからもうすでにこの分量のあれは始まっているのかとか感じちゃいますけど、ちょっとでも番組さんからもしかしたら押されてる雰囲気はあるかもしれないですね。この方もそうですかね。なるほど、もうすでにこの状況から始まってるという。この方は、でもさっきの方か？違うか。楽しそう、カラオケ。いや、僕が気になる人はもう見つかってるんですよね。楽しそう。体育館で何かとか、体育館ミッションとかもしかしたらあるかもしれないですね。初々しいですね、皆さんね。そうなんですよね、多分そのデビューしてないというその一般人の方と一般人じゃなくなる、そのもう本当に瀬戸際にいるからこその
貴重さみたいなところですよね。何かね、この方だと思うんですよね。この方素晴らしくない？この方ちょっとお顔までははっきり見えないけど素晴らしいですね。ちょっともう気になっちゃってます。もう私は心を掴まれてますよ。素晴らしい。待って、もう始まってるじゃん、ストーリーは。皆さんの。Are you next の。人工芝だ。いやー、ちょっとこれはどうなるんだろう。どうなるんだろう。HYBE NEXT GIRL GROUP デビュープロジェクト。どうなるんだろう、これは。Are you next?全部で何名様になるんだ結局。そうなるとちょっと数を数えてみましょう。先ほどの列でいくと5名様、7名様、12名、15名様の7名様だから22名の方たちによって行われていくということで、まあ、すでにもう始まっているというところですかね。そのオーディションの準備はもう始まっていて、で、もう仲も深まっていて、で、ここから、その、ね、始まるわけですね。投票だったりとかが。で、今、配分を見た感じ、配分というワードがもう出てますけれども、ちょっとね、もうすでに、一足お先にじゃないですけれども、ちょっとこう、ね、この方たちも映ってらっしゃるとか、早めに映ってらっしゃる方たち、とりわけこう、アップで、映ってらっしゃる方たちがいるというところなのかな。でもまんべんなく、この方はちょっとね、もう早くもざわざわしそうですね。この真ん中の方も早くもざわざわ。今の両サイドのお二人もお顔似てらっしゃるわね。ダンスも気になるところですし、ちょっとなんかニュージーンズさん出て新しくするガールズグループさんの考え方みたいな概念も変わってきてる部分もあると思いますので、どういうコンセプトのね方たちがこう集まってるのかっていうところから楽しみでございますけれども、でも非常にこうオーガニックな雰囲気は感じ取れますので、期待していきたいところですね。これはね、どんなグループさんができるのかというところを見守っていきたいなというところでございます。僕はひとまずコーンの方がちょっと気になってるので、皆さんの気になる方はもしいらっしゃいましたら、コメント欄で教えていただけたら嬉しいでございます。よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。